東京都知事選は告示後初の週末を迎え、各候補が駅前や繁華街で支持を訴えました。舛添要一候補の演説には下村文部科学大臣が駆けつけた。東京にずっと住んでいられるような高齢福祉をしていくためには、しっかりとしたリーダーとしての都知事が必要であります。何としてでも東京を世界一住みやすい街にしたい、そして福祉が進んだ街にしたい、史上最高の東京オリンピック・パラリンピックにしたいと。細川森博候補は小泉氏と2人で登場した。原発をこのまま再稼働させないで、自然エネルギーを活用して新しい日本の国の形というものを作っていかなければいけないのじゃないか。東京オリンピック・パラリンピックは原発電源なくして成功した、この姿を見せることによって日本が変わる。銀座で演説したのは宇都宮健児候補。日本国民みんなが歓迎できるオリンピックにしなきゃいけない。東日本大震災の被災者や原発事故の被害者を最大限支援する。参議院議員の吉良よし子です。都民の暮らし福祉優先の都政を作ると公約に掲げて立候補表明されている。玉上俊夫候補が選んだのは観光客の多い浅草。東京都もこの消費税アップによって景気の腰が折れることがないように、私は消費税アップ、これに合わせて東京都民税の減税を行います。明るいドクター中松。私は今の立候補者の中で唯一の理系知事です。科学を活用して皆さんをお守りすると。東京都知事選にはこのほかご覧の11人が立候補している。来月9日に投開票が行われる。